あって勝者と敗者が明らかになるわけですよ。川田修平選手と影浦心選手、組手は左合いを整えます、ね。これは前回大会で対戦があったんじゃないでしょうか。影浦選手支え釣り込みます。前回、自衛戦長戦5分57秒、10分近い試合の末に影浦選手が背負い投げ、技ありで勝ち抜けた試合ですが、川田選手が上がってもおかしくなかった、非常な競り合いでした。影浦選手課題の相四つですが、ただ先ほどはまさにその相四つで組手の強者、ナンバーワンレベルで組手がうまい小林選手を下しています。今度は小林選手よりはやっぱり相手の体格が大きいですから、はいはい、同じような戦いは難しいんじゃないかと思いますね。川田選手、引き手で背中から上腕に持ち替えました。肘の上側つながります。背負い投げでしょうね、はい、影浦選手両方持ってますから、嫌った。ああ動きいいですね、はい、左前すめに揺すり出して左の背投げが入れそうな間合いを探っています。ちょっとお互いに作りきれないまま待てがかけられまして、1分40秒が経ったところで両者に指導一つずつが与えられます。消極的試合姿勢でした。お互いほぼ十分というところまで行ったかと思うんですが、技は出ませんでした。小内刈り鋭い、続いて1本、左大外巻き込み、一つ得意の技をいきました、うん、小内刈りいい判断、はい、やはり背負い投げだっていう頭があると思うので、はい、後ろの技をこうかけることによって、だんだん背負い投げのイメージも薄れてくるので、はい、いい手かなと思います。組手は釣り手一本畳みながらの、畳むことでちょっと引き出しながらの小内刈りでした。いい技でした。川田選手もそれに、展開取られまいと左の大外巻き込み、釣り手を離して上から叩いてかけていきました。影浦選手低い位置ながらも2本で形を作ろうとしています。背負い投げ、はい、これは空転しましたが、入るポイントそんなに悪くなかったんじゃないですか。そうですね、うん、ちょっとここ2大会ほど噛み合ってなかった影浦選手の背負い投げが今のは良いポイントに入れていました。片襟からタグろうというところ、川田選手がしかし先に引き手を持って影浦選手が一旦嫌ってやり直します。左一本でね、これがちょっと空転してしまった。やはり分かってますね、はい、指導ですね。その手数が評価されまして、川田選手に2つ目の指導、川田選手は指導を使えなくなってしまいました。影浦選手足車を取ろうとしたら、今のはなかなか面白かった相手の圧力で、ただもう場外、うん、畳がない、払い巻き込みでとりあえず1回展開を切って危機を回避、リスク管理の方向に舵を切りました。あ、いけるんじゃないか、選手の威力ありますね。
何しろこの身長スケール感があります。片襟からタグる形を多用していますね。本戦4分間が終了。手合わせしながら川田選手が前へ、影浦選手が外します。やはり片襟ですね。片襟でもまあ直ちに、あ、そうです。背負い投げ、惜しい。やっぱり西田さん、こう背負い投げ選手にシンパシーが強いですね。いい技でしたね。はい、面白いなと思って。なんか隙がない選手同士なので、はい、なかなかこう投げるチャンスってあまり見出せないんですけど、はい、今いい攻め方だったなと。片襟にちょっと今入り口手応えを見出せるところなんでしょうか。審判がなかなか片襟で指導取ってこないのであれば、ああいう形の方が肘って折りたたみやすいので、はい、あの背負い投げは入りやすいですね。背負い投げってもともと片襟に向いた技ですからね。来ましたね、背負い投げ。これでも指導が来てしまいますよね。来てますね。もう一回ですかね。もう一回ですね、はい、川田選手ちょっとここ警戒したい。影浦選手はもう一度つなぎたい。あ、でも片襟持てますね。今もうちょっと時間がかかってる、ね、ちょっと時間がかかって、ちょっと手が見えないですが、まだ持ってます。まだ持ってます片襟。両襟ですかね、釣り手離してますね。また持ちます。ただ審判の資格なんですよね、一本強い投げって。まあ、あの攻撃する準備をしてれば、なるほど、その指導は今新しいルールですね。今のはそうすると背負い投げの準備動作とみなしたということですね、はい、実際狙ってはいるんですよ ね、背負い投げ間違いなく。以前であれば直ちに技をかけないと指導だったんですけども、はい、そのあたりが新しくルール変更になりましたので、はい、まあ、うまく使ってますね、そのルールを。コーチがあり、あー、いいですね、この技が今日効いている。押し込みも良かった。指導が効きそう。そうですね、もう木は熟してきたかなという感じです。もう一回かな。場内の拍手が、これを後押しするかなと思います。そうなんですよね、これがやっぱり片襟。戻り際、あ、先にかけましたね影浦選手。今かけたのは偉かった、今どっちが先にかけるか運命を分ける場面でした ね。川田選手も前ができていました。お、外巻き、あ、これめくり判断です ね、 ですかね。はい、抑え込みじゃないですか。抑え込みじゃないですか。抑え込みじゃないですか。先日までですと、先ほどの墨落としで技ありが入っておかしくないところなんですが、もうめくりという技術がポイントにはならないということになりまして、ただもちろん崩して寝技に持ち込むための技術としては非常に有用ですから、影浦選手がそのまま抑え込んだ形となりました。いや、川田選手も行かなくてはいけないシーンだったので、はい、こういう展開になっても仕方がないですね。はい、まあ、結末はこうなりましたけど、影浦選手が攻めたことが功を奏したという形ですね。川田選手追い詰められて無茶でもちょっと技に行くしかもうなかった、うん、そこをめくって寝技につなぎました。やっぱり前回対戦と補助戦としてもやっぱり影浦選手いいですね。いいですね、はい、前回の対戦ではまさに影浦選手今日不調なんじゃないかということがあらわになった試合だったんですが、今大会は逆に影浦選手が好調を証明するような形になりました。影浦選手ベスト8進出を決めています。いろんな意味でこう選手たちのモチベーションが違いますよね、うん、前回と前そう感じざるを得ないですよ ね。本当にいい試合が続きます。やはりその世界代表もかかってる、はい、やっぱりこう日本武道館で戦える、はい、有観客でというところで、はい、いやー